送りいたします曲は、東北方面音楽隊の会員によって作曲された行進曲陽光セミです。曲名の陽光セミの陽光とは太陽であり、すなわち東北地である日の丸を表しています。その日の丸を背負い任務を完遂する自衛官の姿をイメージして曲名が付けられ、自衛隊の新時代の到来を感じさせる行進曲です。第12音楽隊長原口博文に通り過ぎです。Thank you.
ン好きの音楽家だったハイケがウルムにて勤務していた時に書かれたドイツを代表する行進曲で、日本においても運動会やスポーツ番組の BGM などでよく耳にする機会がある行進曲の一つです。それではお聴きください。行進曲悠々です。
ブルースの父と言われているウィリアム・クリストファー・ハンディが作曲したセントルイス・ブルースをスウィングの神様グレン・ミラーがマーチに編曲した作品で、ジャズ&ブルース風の重奏なマーチです。それではお聴きください。セントルイス・ブルースマーチです。
は当時の人気歌手ボーンアンパです。本人もレンジャー隊員として出演しています。日本では今も演奏される機会多い有名な一曲です。それではお聴きください。 The Longest Day です。
音楽隊および富士学校音楽隊、指揮は第12音楽隊長原口博文二等陸尉でした。Thank you.